品川のかき小屋の店頭でこの暑い炎天下の中頑張ってた元店長が白骨化する事件が発生しました。被害に遭ったのはここの元店長高畑さん。元気なうちは店長でしたが、今は動くことができないので元店長という立場に降格してしまいました。ペットの鳥も骨骨ロックです。コツコツ頑張ります。そういうのいりません。江東区森下駅近くの駐車場にとても斬新な車が停車してるそうなので早速向かってみました。これアトラスっていう風になんか書いてあるんだけども、新しすぎね。いやなんかこの手のタイプの車はなんか見るのは初めてとす。メーカーはね日産製で、マフラーがねかなりねなんかちょっと独特でめちゃくちゃ音がうるさそうでいいね。このデザインファンクはかなり好きとす。それでね運転席もちょっとね変わってるんだけども、ハンドルとかねあとブレーキもちょっとねなんか独特な形してました。機会があったらね乗ってみたいです。もしねこの車持ってる人いたらファンクに一度乗らせて。ディーディ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 ってね、音楽を口ずさみながらねなんかいろんな建物ね突っ込んだりしないから大丈夫よ。特攻野郎しませんよ。ちょっとね仕事がね大変なんで相談のコーナーはねあまりお読みできませんけども、お待たせしてる皆さん少々お待ちあそばせです。今日もねちょっと一通しかね読めませんが、敬語さん本当にお待たせしました。申し訳ありません。それじゃあね早速相談のコーナー行ってみたいと思います。18歳、学生の自分は弟と義理の母と暮らしています。父と結婚したのが今から10年前で、8年前に父が心筋梗塞で死んでからずっと女手一つで僕らを本当の子供のように育ててくれました。18になって現在ファミレスでバイトをすることを許してもらい、働いて少しでも家に入れられたらと思っていた時に母が倒れました。癌で長くないそうです。初めて自分で稼いだお金で母に何か送ってあげようとしました。旅行をプレゼントしようとしましたが、今後のことを考えてお金は取っておきなさいと言われました。涙が出ました。それでも何かを送ってあげたいです。女の人はどんなものを送られると喜ぶのでしょうか、教えてください。敬語。これはあかん。いや、ファンクも泣いちゃう、これ。これはあかん。これからね、やってね、いけるというね、そういう姿をね、見せてあげることと、あとなんか、美味しいものでもね、一緒に食べるとか、どうかな。女性はね、食べるの好きよ。旅行お金いっぱい使っちゃうからね、なんか美味しいもの食べるのはどうかな。安くてもね美味しいのいっぱいあるし、あと一緒にね面白い番組見たり、あと映画をね DVD 借りてきて見たりとかでもいいし、映画館行ってもいいし、家族でねいっぱいいる時間をね増やしてねあげることがね一番お母さんのねためになると思うよ。やばい、またジンと来てしまった。いっぱいね、いてあげて、
ね。品川区大崎のピアノ&バイオリン教室が萌え萌えです。ここね、教室名がなんていう名前かね、一切出てないからね、ちょっとなんていう名前なのかがよくわからないのね。でもね、ドアがすげえかわいい多分子供とかにね、教えてあげるね教室だと思うんだけど、これね、本当に初めて見たときね、ファンクちゃんね、萌え萌え。東京シエクラブが、相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男なら、ガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ、私は物にできないわよ。